通にルール違反です。お見合いの1時間ってフィーリングが合うかどうかっていうのを見る場所であって、そんな話はね、仲良くなってからせえと。婚活アドバイザー刈谷正宏です。婚活アドバイザーの豊田です。せーの、結婚物語チャンネル。チャンネル登録増えてます。はい、ありがとうございます。まだの方はぜひやってください。今すぐボタン押してください。はい、今日はお見合いって何喋ればいいの、 NG はある、というテーマについてお話ししていきたいなと思います。これに関してはもうね、 NG どうこうっていうよりは、うん、想像力や思いやりを持ってね、相手に接することがすごく大事だと思ってて、はい、いくら結婚の対象として会ってても、今日ね、初めて会った人なので、出会って数十分でね、うん、相手がね、嫌だなって思うような踏み込んだ話をするのはちょっとやめた方がいいかなって、うん、仮交際に入ったらいくらでも踏み込んだ話ができるから、最初は本当に楽しかった旅行先とか、今ハマってることとか、好きな食べ物とか、行ってみたい場所とか、そういうね、軽い感じでいいと思うんですよね、うん、お見合いの1時間ってフィーリングが合うかどうかっていうのを見る場所であって、相手がね、自分の希望とずれてないか逐一チェックするみたいな、そういう場所ではない、うん、ということをね、はい、まず分かってほしいなと思います。いらんこと聞くぐらいやったら、相手がね、交際希望を出してくれた時にデートプランを思いつけるように、好きな食べ物とか出やすいね、ターミナル駅とかを聞いてほしいんですよ。もうそんないらん質問するぐらいだね、うん、基本的にお見合いで NG の話題を出すのは、うん、圧倒的に男性が多いです、うん、これはなぜか、はい、男性がアホだからではないです。ではない、違うんですよ。男性はね、一般的に女性が距離を詰めてくること、自分に興味を持ってグイグイ来てくれることが嬉しいんですよ、男性は。だからこれがダメっていう話題とか、これを聞かれたくないっていう質問がそこまでない。男性はグイグイ質問されたら嬉しいんですよ、それが男。でも女性は一般的にまだよく知らん男性に自分の個人情報をバンバン聞かれるのちょっと怖いんですよ。だから同じ質問してても男性に聞くのは OK だけど、女性に聞いたら NG ってなったりするんですよね。なので今日は特に男性陣、 NG の話題を出さないようにしっかり勉強してください、はい、女性も大概の質問はしてもいいけど、これとこれはやめとけっていうのがあるから気をつけてください、はいはい、あとね、特に女性陣は答えにくい質問をされた時の模範回答っていうのもお伝えしていきますので、一緒に覚えていきましょう。だいたいね、いつもね、この質問されて嫌だったって怒ってる人はね、問題解決能力がない。されることだいたい分かってるんやったら、いいやつ用意してく、最初から。はい、それではどういう質問が NG なのかやっていきたいと思います、はい、まず一つ目、休日の予定を聞く。例えばね、日曜日にお見合いして、昨日土曜日何してましたみたいな、もちろん悪気なくやってると思う。趣味の話とか出たら広げたいなくらいの気持ちでね、聞いちゃうんだけど、婚活中って大体ね、みんな他の人と会ってるから、聞かれた側はね、すごい答えにくいんですよ。なので基本は、昨日何してたとか、今日の午前中何してたとか、そういう時間絞った質問しない方がいい。聞かれた側も焦らずに、本当のことはね、言わなくていいです。相手は本当に昨日何してたか、アリバイを探りたいっていう人も、まあ、たまにはいるかもしれないけど、相手の基本的な意図としては会話を広げたいなと思って聞いてるので、婚活する前にやってた趣味とか休日の過ごし方を言ったら全く問題ありません。続きまして2つ目、なんで婚活してるか聞く職場に出会いないの、いい人いないの、理想が高いの、うるせえってなりますよね。これは本当にやめましょう。よく考えてほしいんですけど、言い方を変えたら、あなたが選ばれない理由を教えてくださいになるんですよ。なんでそんなこと初対面の人に言わなあかんのかと。ただね、聞かれた人は腹が立つと思うんですけど、この質問をされた時点で相手はあなたのことをモテそう、なんで結婚相談所にいるのかわからん人っていう風に分類してるんですよ。だって明らかにモテない人が目の前にいた時にね、なんで婚活してるんですかって聞かないんですよね。モテへんから婚活してるんやって普通に思うもん。だから聞かれた時点で素敵判定はされています。なぜ婚活をしてるのかっていう部分にはまともに答えなくていいので、素敵なのにとか恋人いそうなのにっていう部分に反応して、そんな風に言ってもらって嬉しいですとか適当に返したら OK、 理由わざわざ答えなくてもいいです。続きまして3番目、子供の話をする。子供何人欲しいですかみたいに男性が聞いちゃう場合が多いんですけど、それを聞くとね、女性はもう目の前のあなたとの体の関係を考えてしまうので、
いやまだ好きでもないのにってなりがち。これはねもう絶対に男がお見合いで聞かない方がいい質問です。 NG すぎて有名だからみんな聞いてないと思うけど、仮交際になったら聞けますし、そもそも結婚相談所ではね子供希望の欄もあるのでお見合いではしないようにということですね。女性はもし聞かれた場合、相手とのことは想像せずに自分の欲しい人数を軽く言ったら OK です。続きまして4つ目、相手の能力をしつこく探る。例えば家事能力ね、自分の話もしながら自然に聞くならいいけど、相手にばっかり得意料理は家事はちゃんとできるんですかっていうのを質問するの、ほんまに感じが悪いです。家政婦探してるわけじゃないので、特に男性側は気をつけましょう、はい、女性もね実家暮らしの男性に本当に家事できるんですかみたいなお見合いでそれ聞かなくてもね、もっと他にねお互いの相性が合うかっていうのをねお見合いでは見てほしいなって思います。他にもね、貯金いくらあるかとか、年収これからどのぐらい上がるとか、大学どこですかとか、女性に定年まで共働きするかとか、そんな話はね仲良くなってからせえと、仮交際入ってからしてほしい。まだ会って10分20分の話なのに選ぶ気満々じゃないかって感じるんですよね。それをされたらいっぱい質問してね、相手が自分の希望にずれてないと、相手は自分を満足させる能力があるっていうのが分かったとしてもですよ、相手に嫌われて断られたら意味がないんですよ。たまにね女子でも相手の会社名だけ聞いて自分の会社名死んでも言わない子とかいるんですよ貯金でもなんでもそうですけど、自分が言えることだけ聞いて自分をさらけ出さずに相手を丸裸にしようとするのは本当に印象が悪いのでやめましょう、はい、ただね家事とかは本当聞いてくる人も多い質問なので悪気なく聞いてくる人もいるから、聞かれた時の答えもちゃんと準備しておきましょう。例えば家事は得意とまでは言えないんですけど、結婚に向けて今はこんなこと頑張ってますぐらい言えたらね、できなくてもね頑張ってることが伝わったら全然 OK。 答えたくない貯金とかね、会社名とかね、たまにおっぱいのカップ数聞いてくるやつがおるから、そういう場合はニコッと笑って、もう少し仲良くなってからでもいいですかって言ったらいいと思います、はい、5つ目、これもダメ。今までと現在のお付き合いシリーズ、これ聞くのやめましょう。今まで恋人何いましたか、今他に会ってる人いますか、今まで何人会いましたか、いつから婚活してるんですか、離婚理由何ですか。まずね、今の交際状況を聞くのは普通にルール違反です。マナーブック読んでないの丸分かりなのでやめましょう、はい、相手が素敵な人だと思うからライバルがいないか気になって聞いちゃうのは分かります。しかしやめましょう、ルール違反です。もしこれ聞かれちゃったらね、笑顔でそれマナー違反ですよみたいに返して話題を変えていきましょう。相手のことをねこの時点で気に入ってたら、他にも会った人いますけど誰々さんが一番素敵ですぐらい言ってあげてもいいけど、これはね聞く方がマナー違反、あといつから婚活してるんですかって聞かれた時はこれちょっとねうわってなると思うんですけど、最近だったらもうそのまま素直に答えたらいいと思うんですよ。むしろ最近ですって言う方が全然相手もね、あそうなんやってなるから、あ1ヶ月前ですとか言ったらいいんですけど、活動が長い時が困りますよね。今年で3年目に突入するみたいな場合は、登録は少し前にしたんですけど実はずっと仕事が忙しくて最近やっと本腰入れ出したんですみたいな、そんな感じでね乗り切りましょう。元恋人の話もやめましょうね。聞かれたらもうちょっと仲良くなってからでもいいですかで何でもこれで乗り切りましょう。ただ NG な質問された側、多分ねこれ女子がされがち、もやもやってするの女子の方が多いと思うんですけど、された側はねあんまり切れずに、相手はね自分に興味があるんだなって思ってあげてください。普通ね男でも女でもこいつと絶対にかめないなって思う相手のこと深く知ろうとも思わないし、その相手にいっぱい質問しようとも思わないんですよ。だからいろいろ聞いてくるってことは、相手があなたと2回目考えてる証拠やから、そこまでちょっと切れずに、この人私に興味あるなっていうのを思ってあげてほしい。逆にね女性はね男性と違ってあるやり方をすれば割と何を聞いても許される方法があるんですよ。それが何かっていうと、あなたに好意がある、興味がある、あなたを知りたいっていうのを態度を前面に出して聞くこと。男性はね自分に好意を持つ女性にどうしても甘くなるので、知りたい知りたい、あなたのこと興味あるっていう感じでオーラでいけば、よっぽど踏み込んだ話題、例えばね会社名とか大学名とか貯金額聞くとかじゃない限り悪印象になることはないです。お金の話題は避けた方がいいけど、好き知りたいっていうのが出てたら結構男子は許してくれます。お前をジャッジするからとりあえず全部手持ちの札見せろやみたいな感じは嫌われるので、いっぱい知っていろんなこと先に聞いときたいなっていうタイプの女子は、あなたに興味があるんですって、好意があるんですっていう態度で聞いてください。逆にねもうそれができんかったら聞かん方がええ、もうジャッジになるから。
ということで、まとめとしては、男子はルール違反の質問をしっかり頭に入れて聞かないこと、女子はルールも知っておいてほしいけど、かっこいいな、素敵だなと思ったらそれをちゃんと出していけば、多少ね踏み込んだ質問をしても OK、 そこまで相手に悪印象を与えることはないと思います。はい、ということで今日はお見合いって何喋ればいいの、 NG はあるという話題についてお話をいたしました。未だに男性聞いてるんやね。聞いてます、やっぱりちょくちょく会員さんと話しててこれ聞かれましたって聞くけど、ルール集マナー集も読んでない人も多いし。そうなんですよ、男性はねルール集読んでなかったりするんですよ、ね、あれ常識しか書いてないから、うんうん、普通に読まなくても相手のことを思いやって向かえばそんなことにはならないと思うけど、男性はね素敵だと思っちゃうとついついライバルのこと探っちゃったりとか、ね、すごい相手がね答えにくい質問とかしちゃうから気になるよね、自分が安心したいし。そうなんですよ、でもやっぱりね自分が安心したいよりも相手にね不快な思いをさせない、相手に思いやりを持つっていうところを男女どちらも気をつけていきましょう。はい、この動画が良いと思われる方は必ずチャンネル登録と、必ずなんや、もう強制になりましたね。はい、はい、押しましたか。はい、いいねボタン、コメントよろしくお願いします。はい、結婚物語チャンネルは毎週木曜日6時に更新しております。面白いなと思った方はよかったら概要欄からホームページにも飛んでみてください。それではまた来週お会いしましょう。皆さんさようなら。はい、参りました。チャンネル登録が増えている婚活アドバイザー違うやり直す。OK、いきますか。はい、チャンネル登録が増えている結婚物語の婚活アドバイザー。チャンネル登録が増えている婚活、違う。